自らの状況観察力を武器として。それって何がすごいの？会社に入ってからショックを受けて辞めちゃうっていうことが。どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は大人3名の方に実際のリアルな就活生が面接を受けて、でフィードバックをいただくという企画になっております。じゃあ簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。ポジビル株式会社の代表取締役金井と申します。キャリアのパーソナルトレーニングサービスを運営しております。よろしくお願いします。サイバーエージェントの人事責任者曽山と言います。今は YouTube やってまして、曽山っていうキャラでね、キャリアアップの YouTube を配信してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんはじめまして、ワンキャリアの矢野と申します。今はワンキャリアでたくさんの企業さんの採用支援をさせていただいていて、あとはイベントの司会であったりとか、いろんなチャレンジをさせてもらってます。今日はよろしくお願いします。ということで、じゃあ早速今回面接を受ける就活生の方登場お願いします。自己紹介お願いします。はい、獨協大学外国語学部英語学科3年の高橋優奈と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してるとは思うんですが、早速面接の方を始めさせていただけたらなと思ってます。はい、私は状況観察力に優れております。私はアルバイトとして駅前のマクドナルドで朝の時間帯に働いております。普段からお客様のことをよく見るということを心がけております。特にお客様が何時にご来店いただき、何を注文するのか、またどちらの方面から来てどちらの方面に行くのか、さらには今急いでいるのか、時間に余裕があるのかといった点を意識して接客をしております。その中で私はお客様のニーズに合った接客ですとか、気持ちを汲み取った接客などを心がけておりまして、このような経験よりお客様のお忘れ物に気づき、近くのバス停まで追いかけたこともあります。これらの経験より私は自らの状況観察力を武器として、今後もお客様のニーズに合った接客でしたり、相手の気持ちを汲み取った行動をし、今後活躍していきます。以上です。ありがとうございます。じゃあ早速いいですか。もう少し深掘りたいなと思ったのが、やっぱ状況観察力ということです。それって何がすごいのっていうふうに僕が問いかけたときに、今僕が一個だけあるのは財布を拾ってダッシュしたってことしか僕の記憶に入ってきてないんで、だからそこはなんでそういうイメトレが働くんですか。そうですね、中学の頃にいじめを受けてまして、そこで周りがみんな敵に思えてしまって、そこから最初は周りの様子を伺うといいますか、この子はどう思ってるのかとか、それをずっと考えて生きていたということで、それが習慣づいて、今となってはそれが長所となって、この観察力といいますか役立っているのかなと思っております。素晴らしいですね。人を喜ばせたいっていうのは確かに今までのエピソードでたくさんすごい感じたんですけど、なんかなんで喜ばせたいんですか、そんなに。そうですね、私は目の前の人が笑顔になってくれると笑顔になるっていうふうに、他の人の幸せが私の幸せというふうに思ってて、やっぱり周りを喜ばせることが やりがいになってるのかなと思います。将来どんなふうになりたいですか。はい、私は将来の理想の人間といたしましては、周りから尊敬されるような人間になりたくて、そうですね、やはり今までアルバイトですと、新人研修ですとか、そういう新しい子に教えてあげるっていう立場になっておりまして、そういうことで私の理想像は、尊敬される人間でございます。実際に今考えている業界ではそれはできそうですか。それができなそうなので、なんかたくさんチャンスありそうな気もするんですけど、場所によってはチャンスがあるみたいなんですけれども、やはりその下積み時代の内藤の件がやはり私には結構気にしてて、寝る時間が不規則でしたり、そこがやはり体調に来てしまうっていう点で、ホテルや航空は今はこれからはファンであり続けたいなと思って方向転換している状況でございます。はい、なるほどなるほど。ということで今いろいろお聞きしたんですけども、今の現時点で皆さんだったら採用するかどうかっていうような、現時点でのちょっと札の方を上げていただけたらなと思ってます。では判定の方をお願いします。じゃあせーの、おー、ありがとうございます。じゃあ丸の金井さんからお聞きしてもよろしいですか。
相手が何を求めてるかっていうところは汲み取る力がすごくあると思うので、営業とかすごい向いてるんじゃないかなと思っていて、やっぱりこの、ね、頑張ってるからなんかじゃあちょっと契約しようかなみたいな感じになる人もいるんじゃないかなってやっぱ思うというか、けなげにやってらっしゃるみたいな、例えば飛び込みできた時になんか帰れって言いにくいと思うんですよ。確かにそうですね、帰れって絶対言えないですね絶対言えない矢野さん、はい、はい、お願いします。一人一人醸し出すものであったりとか、お客様のためにって思えるっていうのはすごく本当にいいことで、人柄であったりとか心の中的にやはり素敵だなと思ったので丸にさせてもらったっていう形ですね、はい、ありがとうございます。じゃ続いて佐山さん、お願いします。まずはすごくポテンシャルがあって才能も豊かですし、すごく伸びると思います。でバツをつけたのは、今の状況で会社に入ると会社に入ってからショックを受けて辞めちゃうっていうことが想像できたのがなんかもったいないんで、あえて罰を出したっていう形です。なので持ってるそのスマイルとか前向きさ、これが武器なんですけど、ちょっと思ったのはこれで自分をガードしてる感じがするんですよ。これ以上私に入り込まないでくださいっていうふうになんか盾を見せてるようなちょっと印象があって、でそれでも自己開示としてご自身の昔のいじめのところとか言ってくれたのはすごい僕はポイントが高いですけど、一つ気になったところはやっぱ新しい業界、他の業界を見てるときにピンときてない、これも全然いいなんだけど、面白がるっていうことがもうちょっとあった方が視野が広がるんじゃないかな。会社とか人に対して強みとかいいところを見つけて言葉にするっていうことが出てくると、他を認めると、ね、柔軟性が上がるんですよ。柔軟性が上がると会社が選択が非常に選択肢が広がるんで、ちょっと頑固だなと思ったんですよ、うんうん、頑固で自分の意見にピンとこないと取らないんで、そうすると選択肢が狭まっちゃう、で自分が苦しいになって追い込んじゃうんで、なのでそうならないようにするためには面白がって広げるってことをぜひやってほしいなと思いました。ありがとうございます。リアルを感じたときにそれがもう思ってたのと違うみたいになってしまうと、すごいなんかショックになりそうなので、そこのこう悪いところもたくさん集めておいた方がいいなと個人的には思いましたね。それを知るってまあまあ難しいですよね、説明会とかでね。そうですね、特にウェブなんで、その会社についても雰囲気とかも分からなくて、だからやっぱできればインターンとか会話とか会話に触れるような場にもう少し行った方が、ちょっと表層的なもしかしたら説明会とかだけで選んじゃってるっていうのはあるのかもしれない。人事も定型文といいますか、言わなきゃいけないこともありますし、ネガティブな話なんかもちろんできないっていう企業様もやっぱり多いので、世の中にはフランクな企業さんもあるんですけどね、そこだけではやっぱりもうちょっと踏み込めない部分があると思うので、カルチャーフィットがすごく大事なタイプな気がします。大事だと思います、どんな人と働くのかっていうことだったりとか、自分が売るものがどんなものなのかとか、英語だとしたらなんですけど、なんかそういうところで結構なんか納得感がないとちょっと嫌だなって思う可能性があるなと思うので、なんかそこはちゃんとやっぱ見に行った方が自分の足で腹落ちする気がしますね。説明会とかもそうですし、インターンとかもマックス長期インターンとかだと3社とかがマックスだと思うんですけど、そういった中でどうやってカルチャーを知るかみたいなところのポイントとかあったら教えていただきたいです。インターンでカルチャー知るのは僕はもう1個だけで、社員同士の会話を見れば分かります、もう これだけで、オンラインでズームとかでやってても社員同士がどういう言葉遣いをしてどういうふうに喋ってる か後輩が先輩をいじるような感じだったら多分結構仲いい会社だろうし、冗談言い合えてたりするんだったらいいだろうし、否定し合ってるようだったら多分会社内も否定してるだろうし、もうそこに出てくるのがそのままオフィスで出てくると思います、おそらく、はい、自分の努力とか、 なんかプログラムとかワークショップやるとか大事なんだけど、先輩社員同士の会話を見るっていうのがインターンの一番重要なところ、人事と現場社員の会話とか、そういったのを見てもらうと大体バレてると思います確かに人事と現場社員の会話は関係性とかすごいバレる、めちゃくちゃ大事な気がしますね、本当に。これ聞いた企業の人もちょっとピッてした背筋がキリッてする気がします。でも隠してもバレちゃう、絶対バレちゃう、学生の皆さん全部見てるし、それがリアル。確かにそうですね。ということで、じゃあそのまま高橋さんのちょっと悩み相談の方に行けたらなと思ってるんですけど、私の強みですと接客業なのかなって思ってしまう部分がありまして、接客以外に内面を見る仕事をなんか10個ぐらい書き出してほしいんですよね。やりがいをやっぱり優先してしまう自分が、逆に幸せレベルが多分低いじゃないですか、すごいなんか嫌な言い方すると
旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。